ここで同点。いいですね、流れ来てますよね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、普段は絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。まあフリーで受けて確実に決めるところは申し分ないですけども、やはり注目したいのはシュートの前ですよね。相手ディフェンダーを遅らせる崩しがあったからこそ、結果的にあの位置でシュートが受けたわけですからね。見事な崩しでしたよね。